この人口過密の都市に吸血鬼とはな、物好きな怪物もいたものだ。俺には関わりのない手合いのようだが、この都市には幾ばくか縁がある。袖すり合うのも多少のというやつだ。3年間怪我なく過ごした以上、数日程度のただ働きはするさ。止まりなさい、そこの男。吸血鬼ではないようですが、その凶行は目に余る。いえ、吸血鬼でないのならなおさらです。この国特有の血族、精霊の父とは無縁の者が神の血を語るなどあってはならない。主の意向の代行者としてその生存を断ち切りましょう。よその土地にまでご苦労なことだ。侵略こそがお前たちの脅威だったな。信じる者がただ一つであることの強み、いや羨ましい限りだ。だとしてもその潔癖さでは生きづらかろうよ。咎がなき者には騙し討ちはしない。その慈愛に実力が伴っていればいいな。物言わぬ鬼かと思えば随分下が回るのですね。人間ではないくせに仏教徒なのですか。昨今鬼の方が信心深いものだ。向上は不要、回収は諦めろ。来るがいい、死なずの女。お前の検体に付き合ってやる。バーンユアマジックサーキットファイト KO。 物足りん。六根六教ことごとく排斥する。残念なく成仏しろ。おい、そこのマタギ、ダンはいるか。その体、熱を失ってもう何年になる。100年程度だ。ご当主の苦しみに比べればまだ情けを受けるには早すぎる。だが貴様の炎を喰らうことに異論はない。俺の姿を見て貴様は何も感じなかった。そうだ、無人とはそうでなくてはな。後からついてきた部だが、その程度でいいのなら振る舞おう。俺の名を覚えておけ、木島高馬。お前を骨まで焼く男だ。バーンユアマジックサーキット。そちらか。ファイト KO。 物足りん。パーフェクト。握手は土を選ばず芽吹く。あだばなだったのか独創だったのか、お前のシャレ神戸が語るだろうよ。恐ろしい男だったな。あれでまだ余力を残していた。10人分の魂を守りながらの戦い、独角である俺には理解できない境地だ。あんなものがふらりと迷い込むとは考えづらい。どうやらこの町にはより深い感性が仕組まれているようだ。とはいえすでに森を去った俺には関わりのない話でもある。今さら出張るほど厚顔でもない。さて遠野の当主殿はうまく立ち回れるか。
いずれ来る風の知らせに期待しよう。一時の旅だが楽しかった。また気軽に誘ってくれ。